よし、終わった。はい、こう、まあ、こう見えないかもしれないけど、めっちゃ力試してきてる。やばい、やばいな。ギガンテスにそんなバイキルトなんてかけたらやばいでしょ。しまったしまった。にゃんちゅにゃんちゅ、で無理だよ。にゃんちゅ、いけいけいけ、にゃんちゅにゃんちゅにゃんちゅ、なん、にゃんちゅ、いつまでドラクエやってんのよ。いやいや、もう寝るよ。ちょっと待ってよ。もう俺はもうビールからミルクコーヒーに移行してるからね。もうすごいじゃんこのゲーム。マーシンチのあの便器のね、座る便座が全然上がらないから、おしっこできないのよ。もうおしっこしてるとバーンって倒れてくる。上がらない、そうそう、倒れてきちゃうって言い方の方がいいよね。でも上がらない、上がり、ストップしないのも上がって、絶対倒れてくるから。それは言ってよ、建てたとこに。建てた会社に。ハセコーに言ってくれ、ハセコーに。ハセコーなの？じゃあちょっと寝ろ、もう。あ、やばいやばいやばい。よし。溜めちゃったよ、敵が。ちょっと待って、おう、ちょっと。うちでそれやる気？じゃあ、塗装の家だろ、ここ。いや、ふざけんじゃないよ。おい、来たぞ。よし、じゃあ僕から行きたいと思います。お願いします。お、マスター。すごい揺れちゃった、ごめん。マスター、まず混ぜるね。特に何もないんだろ。召し上がれ。もしちゃんとどうなのかな。ポリカ塗ったことないんじゃないの、お前。あ、そうやってやるの？わかんないっす。でもこれ一定の感覚でこうやんないとダマになっちゃうから。なるほどなるほど。それで何回もやっていくってこと？そうですね。表から見たらどう？いや、まだ全然薄いよね。薄い、汚い。そういうのを繰り返していくってこと？そう。あ、やべ。今みたいにこうやって途中で止めちゃダメよ。こういう切ってこうやって止めないと。はい、ああ、そこだけ村になっちゃうから。あら、あ、ちょっと待って、その前にちょっと見てください。あ、ちょマジ外に逃げてないのよ。ちょっと循環されてるだけだよ。ちょっと外に逃げてないのよ。どうりで溜まっちゃってんのよ、もう死ぬよ俺ら。大丈夫、ちょっともう倒れそうなんだけど。え、行くよ。あ、やばい、ここにめっちゃ行った。ちょっといや、ちょっと別に汚れてもいいやつならいいですけど、一定のスピードでこれ続けるっていう。お、そうそうそう、いいね、うまい、あ、いいね、あと角度とかもつけていかないと、凹凸の部分とかで塗れない部分出てくるんだよ。こういう角度の部分とか。俺家でやるときもジュワーってやって終わるんだけど。あ、まあそれでもいいかもね。ポリカーボネートだから、裏からしか見えねえから、そのダマになるっていうこともないしね。そう、表面がだ、表面だとあれだから。そう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 、俺も乾かすよ。いやいやいや、ちょっともう早く、また時間かかるわ。いやいや、早くやってよ。僕の方剥がしちゃう。あ、剥がしますか。まあ、はい、いきますよ。はい、皆さん見てください。ピリ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 、やめてください、やめてください。あ、誰か助けてください。はい、特殊メイクみたいになってますね。はい、こうやって。あ、そんな感じなんだ、マスキングゾル。はい、こういう感じ取れます。うわ、どう、テープ貼るより全然楽じゃん。そう、これが300円、400円なの。そう。あ、まだ塗料乾いてなかった。あらららみんなも気をつけてね。乾くいねじゃないよ。気をつけないといけませんよ、そこは。ギトギトになっちゃったわ。筆塗りとかじゃない？こういうのに塗料出して、おう、シューッつって。あ、そういうこと。そうそうそう、そういうのもできる。それを筆で塗るみたいな。あ、いいね、やり方はできる。ちょっと塗料が固まっちゃっていると。そうそうそう、ちょっと掃除してなかった。ああ、割れちゃった。な、危ないんだけど。ああ、いって
や、これでこうやってバキってやると、うん、塗料が、塗膜が、乾いたやつがこうやると、うん、あ、危ない、危ないピキピキっつって私はやだよ。いや、もういいよ、笑わないですけど、うん、なるっつってたのにな。誰が言ったんだよ。書いてあったの、このやつに。あ、そう、それも騙されたんだよ。これ透けようと思うのよ、蛍光がもう若干透け素材なんだよ。うわおお、ほうほう、おお、ほうほう、一定の感覚で塗るっていうね。うん、これ皆さん大事ですか。あ、うまい、うまい ね。なんか縁もちょっと赤い感じで、これいいな、2色使った方がいいね、やっぱこうザラザラしてたりとかね、ここのザラザラしてて、この表面から見るとすごい汚いんですよ。今マスキング取ったんですけど、ああ、こういうとことかね、そういうとこザ、ね、ザラザラしてこんな感じになっちゃってるんで、はい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 、もうこんなのこすればいいんじゃない。こするの、こすれば取れるんですか。うん、ほらほらほら、あれ取れてない、取れてるよ。ほら、こうやってこすれば取れるよ。綿棒でこすってるだけですよ綿棒でこすってるだけ。はい、先端濡れてません。あれ気づいちゃった。はい、綿棒にこの薄め液を薄ちょっとちょんちょんってつけて、おで、それでこの塗料を剥がしてると。薄め液でいいんですね。薄め液、ツールクリーナーとか濃いやつ、強いやつでやると、うん、やっぱこのポリカまで侵しちゃうといけないんで。なるほど。はい、じゃじゃん、できました。あー、何ですか名前は。秋をイメージした、はい、アバンテマーク2オータムバージョン、うん、長えなお前オータムアバンテ、はいはい、秋大会で使ったら人気もない。ああ、もう終わりましたけどね来年使ってください。誰が使うんだよさあ、これなんだこれ、裏から見るとちょっと緑、緑にしたらよかったな。これね、いい感じでしょ、このガンメタにイエローで。ちょっとなんかでもつぶ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 ってね、余計なの入っちゃってるね。妥協したからでしょ、それは。汚ねえなこれ。妥協したからね。これは、ライキリと言いますやばい、あるある、ライキリはある。雷をイメージしてます。ほいほい、きたね、きたねー。そう、シールだからか。そうです、これだ、これは嫌だよね、これは嫌だ、みんなこれは嫌だよね。真っ白になっちゃってるもん。エナメル溶剤、またかいはい、エナメル溶剤ですね、うん、おう、はい、それを口に当てて眠ると、ね、はい、そういうやつじゃないのよ。間違いますか、わかります、取れてきてますよね、これさっき真っ白だったのに。はい、こうやってやると、はい、拭いてると、あれ、はい、奥が見えるよ。そうだよ、はい、こんにちは飛べたよはい、まあ、いたんだけどね、ずっとずっといたけど、ね、ちょっとクリアで透けててかっこいいですね、よく見るとでしょ。かっこいいし、裏にかっこいいのもいるよ。お、うん、最近モテてると言われている全くですよ。いいな、やっぱ黄色塗ったことによって赤も引き立ってきてるし、黄色のちょっとぼかした部分もちょっといい感じになってるという。そう、できました。どっちですか、マシさん。こっちでしょ断然こっち、こっちだろ。これもう手間がすごい違うだろ、手間が。うん、もうこんなんあるじゃん、飲料で。ありました、モンスター。あ、そうか、モンスターであったね。独特感がないから。あ、そう、やっぱこのオータムっていう自然をイメージした。あ、そうですか。何ですかこれ、これ何、これ、これはちょっと落ち葉が、あの、腐食してそこまで演出してるそうですよ、だったらそれだわ。はい、はい、はい、どうでしょうか、ポリカ塗ってみたらいいんじゃないでしょうか。そうですよ、皆さんプレゼントにするかどうか検討しますプレゼントの仕方がちょっとよくわかんないね課金してないと20個なんて数字なんないですけど、一回課金しましたすぐ復活するよっしゃ、ちょっとおお、無敵だぜイエーイ